聞いた。いや、そうだな、まずな、なんかさ、対抗戦だ、なんだで、こう、こう、ね、ノア対新日本プロレスっていう枠の中で、まあ、こう俺がノア枠にいるっていうのもちょっと不思議な気持ちで、まあノア代表っていう気持ちで来たんだけど、まあ人としてまずまあ10年11年ぐらい前にさ、こう新日本プロレスに参戦してるところで、俺がまあ1回じゃなく2回も不祥事を、まあ不祥事っていうとあれだからあれだけど、まあちょっと、いけないことをして、まあこう、まあ追放だよね。だってまあ時が経って、まあこういう形だけど、10年11年ぶりにまあ新日本プロレスのリングに上がれたっていうのは、本当その当時の迷惑かけた皆様ね、そういう人たち、そして今回こういう場に、なんかまあ半分間違って入ってるんだけど、それでも新日本のリングにもう一回俺が立てたっていうことは、本当もう本当どうもすいませんでしたと、本当ありがとうっていう、もう感謝しかないね。これもあくまでも人としての気持ちで、まあ選手としてね、考えたらやっぱこの10年11年っていう期間が、まあ俺なんかもうプロレス界に必要のない人間だからさ、まあもう今後俺が新日本プロレスに上がることなんかないんだよ、ただあと10年11年この、早くにデスペラードと同期と、このリングでやりたかったなっていうことだけで、俺はもう対抗戦とかあんま興味もないし関係ないから、もうあとはノー、まずはじめに、はじめまして、プロレスリングノアの、パッパラパーな男、洋平ちゃんです。新日本プロレスの皆さん、どうも、こんばんは。なあ、ええわ。さっきの本当は、しみじみと、そんな感じになっとったけどの、同期はさておき、なあ、同期はさておき、同期はさておきなんや、面白いやつおったな、おもろいやつがの、エル・デスペラーと、エル・デスペラード?ああ、どっちでもいいよな。なあ、あいつ。あの覆面の、なかなか活かした野郎。おもろいやないかい。なあ、俺に最後試合終わった後に、ベルト、いつ来んねん、レレレーみたいな。いつ来んねん言っとったけどな。ああ、ええよ。ええけどな。俺がここに来るんじゃなくてな。デスペラード。お前が、そのベルト担いで、プロレスリングノアのリングに来いや。なあ、いつでもお相手してあげますからな。おう、こっちはもっといろいろおろしい。まずは俺が先陣切ってな、デスペラードちゃんが来たら、おう、ってやってまうからな。なあ、馬娘ばっかやっとる場合ちゃうぞ。こっちはな、脳みそぎゅうぎゅうに詰め込んでな、やっとるからな。いつでもお待ちしております。よろしくお願いします。なんだテロス、野良犬じゃねえかお前この野郎。しつけどうなってんだ若野郎。それも揃って金玉なくさせたと思ったお前。ダブル金玉ってなんで、なんで試合中に言うことってことやぞ。まあそれは俺が言えたこといいじゃないけど、野沢さん、やっぱあの人に関しては俺たちはある種特殊な感情を抱いております。別に対抗戦だからって、正直ここは新日本に全く関係ない試合だった俺の中でな。でベルト持ってる人が言っちゃダメか、すいません、今の話で。まあいいけど別に、いて面白いじゃん。傭兵、傭兵、傭兵面白い。まあいかんせん細いな、悪いけど、なんか正面からぶつかってて、まあだからこその
あのドロップキックなんだろうな。ああ、面白い。もっとやりてえな。この1回だけじゃもったいねえよ。なあ。まあ、さっきは関係ないって言っちゃったけどさ。チャンピオンじゃん。チャンピオンが面白いって言ってんだ。チャンピオンがやりてえって言ってんだ。どっかでチャンスねえかな。なあ。みんな口うるさく言ったらなんか生まれるかもしれない。難しいかな。まあ今のじゃ言ったもん勝ちだよ。ああ言って。ノサワさん、メホル、アブラモ選手、エスパニョルベラ、あ、ムーチョスアフィシナドス、ピエンさんって同期したのハード。¿Saben por qué? Porque ellos usan, utilizan nombre de perros, ¿verdad? Ajá. Bueno, no estoy enojado. Ajá. ¿Saben por qué? Yo respeto a Nozawa-san. ¿Saben por qué? Cuando entré perros del mar, él ya estaba ahí. Entonces...Es casi mi senpai de perros. Ah, está bien. No Sao-san usa nombre de perros, está bien. Ah, pero otros güeyes, ¿qué pasó? ¿Tienen permiso? ¿Tienen permiso del perrito? Ah, ¿qué pasó? Yo no conozco a ellos. Ah, yo digo que en Japón solo No Sao-san, Eita y yo.Podemos utilizar nombre de perros. Y otros güeyes. ¿Qué pasó? ¿Eh? No conozco a ellos. ¿Eh? ¿Qué opinan, Nozawa-san? ¿Eh?